じゃあ今日はね、カイジハワーですね、あの岩場の方にちょっと泳ぎに行ってきます。あ、ちなみにですね、今の満ち潮なんですよね。満ち潮だと南から、北の方に石垣島の方に流れていくんですよ。だから波に乗って向こうに行って、帰りは向こうの方に渡って帰ります。到着ですね。干潮の海地浜の岩場が結構広いですよね。映ってるか分かんないけど、海蛇いましたね。海地浜の、ね、岩場で海蛇見たの初めてで、ね、ちょっとびっくりした。いつも急に出てくるんですよね。もう怖がんなくていいってこう言い聞かせてても急に出てくるから全然ダメ。はい、じゃあ昨日もらったばかりのね、飲むマスカットゼリー、いただきます。いただきます。うまい。じゃーん、まだあったんですよ。あの新潟のね、特産品、笹団子、前回食べたのがね、あのこしあんの、一番最後のね、残しておいたやつ。これが本当の最後、粒あんのね、一番最後です。美味しいですよこれ。いただきます。じゃあもう一回泳いでいきます。メロンソーダ、ナマラスパークリングって書いてある。ナマラスパークリングメロンソーダ、いただきます。
海地浜に渡って、自宅へ帰ります。じゃあ荷物片付けて帰ろう。大丈夫。